おはようございます。7月20日今たまスタート。さあ今週はこのメンバーでお送りします。よろしくお願いします。新一万円札発行記念渋沢栄一スペシャルです。よいしょ。さあということで私たちは渋沢王の、ね、トレードマークでもあるこのシルクハットをかぶっています、うん、そして、ね、スタジオには渋沢って埼玉らしいの上りもたくさんご用意していただきました。小さい上りから大きい上りまで、ね、いっぱいありますよ、ね、スペシャルですよ、ね、張り切りましたね、うん、だいぶね盛り上がりが、ね、すごく伝わってきますけれども、はいはいはい、そしてあの私たちの手元にはまたまた新一万円札があるんですけれども、はい、金井さんこれ見るの初めてですか。あ、一万円札自体をってことですか。新一も初めてですよね。新の方ですね。新は初めてです。あ、はい、どうです。いやいやでもね、渋沢栄一王のこうロケとかも行ってたんで、うんうん、ついにこうお札になったなっていうの感慨深いですね。どれ目線ですか。嬉しいですよ、ね、出てくれたり、うん、いいですね。さあそして今週のナレーターは、はい、岡本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、岡本さんから見える私たちのこの景色は。いやもう素晴らしい、みんな素敵ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ番組の最後には素敵なプレゼントのお知らせもあります。ぜひ最後まで見てください。最初のコーナーは金井さん。はい、ということで今週はですね、渋沢栄一スペシャルということで、新一万円札の発行当日に行われたトークイベントの様子をご覧いただきます。渋沢王はね、埼玉にゆかりがあるっていうのはもうね、たくさんこの番組でもやってきましたけれども、ね、これまで数々のもう素晴らしい功績をね、残されてきたんですよね。そうなんですよ、うん、ちょっと功績の方、説明したいと思います、うん、渋沢王はですね、生涯におよそ500もの企業の創設に関わるなど、多大な功績を残し、近代日本経済の父とも呼ばれています。渋沢王の言葉をまとめた論語とソロ版は今なお多くの経営者やビジネスパーソンに読み継がれています。さあそして、今回のトークイベントではそんな渋沢王のやしゃごにあたる渋沢健さんやゆかりの企業をお招きして王の知事と語り合いました。その一部をご覧ください。トークイベント渋沢栄一王が目指した未来を語るは今月3日埼玉りそな銀行埼玉営業部にある大講堂で行われました。登壇したのは大野知事、渋沢&カンパニー株式会社代表取締役渋沢健さん、埼玉りそな銀行代表取締役社長福岡聡さん、大日本印刷株式会社専務取締役杉田和彦さん、東京ガス株式会社常務執行役員小西雅子さんです。それでは大野知事、はじめに本日のトークイベントの狙いなどをお聞かせいただけますでしょうか。いよいよ埼玉県が生んだ偉人である渋沢栄一王が肖像となった新一万円札が本日より発行となりました。渋沢王が果たした功績、そしてこれから未来に対して渋沢王が私たちが持っている責任、これらについてぜひ語り合いたいと思いますので、ぜひ会場の皆様もご一緒に楽しんでいただきたいと思います。渋沢一が言ってた論語とソロ版というのは、論語というのはあるべき姿でありますけれども、それを形として、価値として形とするのが実はあのソロ版が象徴する、それを合わせることによってですね、それが持続可能な社会になるという、とてもあの素敵なあのメッセージだなというふうに私はあの思います。なぜ今渋沢一かって考えるときに、渋沢一が我々に残してくれた言葉を通じて、それまた今の言葉とそれを表現するとですね、実はこれは我々の未来のためだと、つまり渋沢一が戻ってきてくれたっていうのは、未来をあの開くためにですね、再び戻ってきたんじゃないかと思いますので、私も大変あの楽しみにしております。あの不思議な面持ちで聞いてました。渋沢王の子孫がですね、渋沢王が未来に向けて語ったというお話をされました。なんかすごくワクワクします。
もう皆さんよくご存知の通り、渋沢栄一郎は中女の心という孔子が残された論語の中の、つまり思いやりとそして真心、これを大切にして、これをしっかりと反映をさせた道徳と経済を両立させるということをおっしゃってこられましたが、まさに今日来られた企業の方々はその道徳と経済合一説を実際に実践された方々だと思っています。そして何よりもそれを育んだのが埼玉県というのはすごく嬉しいです。ちなみにですね、県ではこの渋沢栄一郎にあやかって県独自の表彰制度、渋沢栄一賞といういわゆるそのビジネスマンで、道徳と経済両方を進めてくれている人たちを表彰しており、これまでに今年で23回目になりますが57人の方々に受賞をしていただいています。そして埼玉県では渋沢栄一は埼玉なんだ、これをぜひ PR したいということで、渋沢って埼玉らしい、こういうそのロゴを作らせていただきました。これは2つの意味があって、渋沢って埼玉出身らしいよっていうことが一つと、もう一つは渋沢栄一が言っているまさに寛容であったり、あるいは社会的責任であったり、これは埼玉県民っぽい、そういう2つの意味を込めてこれを作らせていただきました。これからは渋沢といえば埼玉、これも打っていきたいと思います。埼玉りそな銀行がこの銀行としての始まりということになりますと、1878年に埼玉県初の銀行として川越に第85銀行というものが開業いたします。この免許の申請にあたりましては渋沢翁にご尽力をいただいたということでございます。なお85銀行の旧本店というものが去る5月15日小江戸テラスという地域活性化拠点としてリニューアルオープンをしているのも、やはり渋沢翁の精神の反映をしたいということでございます。でその後ですね、1900年ですねには渋沢翁が顧問を務められたクロス銀行という銀行がですね入間に開業いたします。クロス銀行は庶民の積み立てをもとに道義を重んじた貸し付け、そして利益の一部を公共事業に投じるといった経営姿勢からですね、人々から道徳銀行と親しまれました。渋沢翁が本当に喜んでこれをですね、本日会場にございますけれども道徳銀行という変額を送っていただいております。旧第85銀行川越の今先ほどご紹介があったりそな小江戸テラスとなっていますけれども、素晴らしい建物で洋館の建物ですけれども、それだけではなくて埼玉県における渋沢スピリッツのまさに誕生の地だと思っています。ちなみに埼玉県ではですね、埼玉版 SDGs というのがあります。これはまさに中女の精神、渋沢栄一郎が残されたものの現代版ではないかと私は思いますけれども、この SDGs に取り組む企業や団体を埼玉県 SDGs パートナー登録制度というものを作ってますが、実は埼玉りそな銀行さんはこの官民連携支援の第1号として SDGs に取り組む企業さんに対して新たな融資制度を取り扱いいただいています。数多くの場所で埼玉県内にこのように渋沢栄一の精神が受け継がれているのは素晴らしいことだなと思って今も感銘して聞いておりました。栄一がその銀行という存在どういうことかということを社会にどのように伝えたかと申しますと、その銀行は大きな川のようなものだって表現したんですね。一滴一滴の雫が銀行に集まってきて、でそれが大河のように流れ始めれば、それはたくさんの原動力があるというそういう考え方であります。大日本印刷の前身は集英社という会社でございまして、集英社創業しました当初ですね、新聞の印刷を始めたんですけれども、その当時はまだ小型の印刷機しか持っておりませんで、その時に、渋沢翁が、設立創設されました第一国立銀行、その中に製紙会社がありまして、今の王子製紙様になるんですけれども、そこが舶来の大型の印刷機をお持ちになっていると
ということを聞きつけましてですね、弊社 その創業者の一人が渋沢翁に相談をしたところ、まあ、これよくお貸しいただけたということで、なんとかその創業の軌道に乗せることができたということがございます。未来がやってくるもんじゃなくって、自分たちが自ら未来を作っていくんだと、私たちの製品サービスが皆さんの身近なところに常に当たり前にあって、なおかつとても必要なものになるようにと、そういった思いを込めて未来の当たり前を作るというブランドステートメントを掲げております。ありがとうございました。創業当初の危機をですね、渋沢栄一郎が関わられた紙幣印刷の技術を取り入れて、そして渋沢翁がおっしゃっていた文明や知識、これを未来に残すという役割を長年培っていただけたんだと思います。埼玉県ではですね、 SDGs の官民連携プラットフォームという中でいくつか分解会を設置しています。そのうちの一つがサーキュラーエコノミー推進分科会、ここに会員として大日本印刷様には入っていただいていて、プラスチック資源の持続可能な利用モデルをご提案をいただいたり、あるいはですね、より身近なものとして昨年11月にはサーキュラーファッションショーといって、さまざまな身近な素材を通じて県民の皆さんにまだこういった使えるものでファッションショーをやるということをご提案をいただき、大変な反響でした。おそらくこの印刷も最初の頃っていうのは東洋の技術もあれば西洋の技術もあれば、でそしてそれがいろいろなその社会のニーズがあって、どん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 合わせていって、まあ、今のこのような会社になっていくっていうことを考えますと、渋沢栄一が残したメッセージ、論語とそろばんのエッセンスとアンドなんじゃないかなと思います。渋沢翁とガス事業の最初の出会いなんですが、実は1867年、徳川昭武のパリの万博の使節団として、パリのコンコルド広場で見たガス灯が初めての出会いになります。で、帰国してから渋沢をさまざまな事業の設立に関わられましたが、1885年には東京ガス創立となります。渋沢翁が初代の会長に就任しました。現在の東京ガスグループには、この渋沢翁の精神のうち、まず公益追求への高い志、これが強く引き継がれておりまして、またフロンティア精神につきましては、エネルギーの未来を切り開くという思いとして引き継がれています。ありがとうございます。公益の追求と利益の追求というまさに論語とそろばんの精神であり、渋沢栄一郎がそれをまさに日本に持ってきて数十年で実現をするという、このエネルギー、やっぱり東京ガスだけにエネルギーだなというふうに思いました。そして埼玉県も企業局との間でですね、持続可能な地域社会とカーボンニュートラルの実現などで東京ガスさんとは連携協定を結ばせていただいたところであります。渋沢栄一郎のフロンティア精神、埼玉県でもぜひ発揮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。すごく有名なエピソードですよね。渋沢栄一が初めてガスでこう、ま、暗闇が高くなったと。でやはり大切なことっていうのは、その時に多分渋沢栄一の中ではうわーすごいっていう、なんかそういう感動の瞬間があったと思うんですよね。感動だけで終わらすことなくて、じゃあそれを作っていったっていう、ここの実践のところが、まあ、それが渋沢栄一の一つのこう特徴じゃないのかなっていうふうに思ってます。弊社では今昨年からですね、埼玉県5カ年計画をベースといたしました中期経営計画を走らせています。まあ、コンセプトはグループのパーパスが金融プラスで未来をプラスにということでありまして、その未来のプラスにつながる価値の良い流れを作り出す競争社会のハブへ進化したい、まあ、これをテーマに掲げています。まあ、これからも私どもは埼玉という大きな川をなす一粒の雫として、さらに思いやりの範囲を広げて社会的価値を生み出して、未来志向の活動の源泉となるような利益を作り出し、地元埼玉と共に持続的に発展していきたい、まあ、このように展望を持っております。私どもはですね、やはり地球環境と経済の成長っていうのが両立をして、人が互いに尊重し合う、そういう持続可能な社会の上に初めて心豊かな人々の暮らしが実現するというふうに考えております。で、より良い未来というものを具体的に、じゃあどういう社会かということで、4つの社会の姿を想定しているんですけれども、
私ども2026年には実は創業150周年を迎えます。150年間やってこられたっていうのはやっぱりその時々の社会課題を解決するために、常に挑戦をし続けてきたからっていうふうに考えておりまして、そういったことではですね、今後もここに記載しております4つの社会の実現に向けて、挑戦ということをずっと続けていきたいなというふうに考えております。昨年11月にソリューションブランドイグニチャーを発表して、これまでのお台所、それからお湯、空調に加えて脱炭素、レジリエンスというのは防災になります。あともう一つ最適化、皆さんの生活をより便利にする、この3つを価値に現在ソリューション、さまざまな商品技術を提供しています。渋沢王の道徳経済合一の考えのもと、130年以上にわたって埼玉の皆様とともに成長発展してまいりました。これからも埼玉の皆様と競争し、日本一暮らしやすい埼玉、そのためのまちづくりに私ども力を尽くしてまいりたいと思います。大野知事、ここまで渋沢王にゆかりのある3社のお話をお聞きしていかがでしょうか。最初に渋沢健さんがお話をされたですね、現状に満足しない未来志向、これが今3社の皆さんのお話それぞれに共通していると思っています。2025年には渋沢栄一起業家サロンというのを作らせていただきますが、これは異業種の企業やあるいは起業家などの交流やマッチングで、イノベーションの交流を図っていきます。全国の企業を募集して、埼玉県渋沢栄一スピリッツ企業として、また SDGs、CSR 活動で認定をする。そしてもう一つが埼玉県のスーパーシティプロジェクトですが、これはインフラだけではなくて、市町村のコンパクト、スマート、レジリエント、これを実現をして、これから人口が減っていってもみんながコンパクトな社会の中で支え合える、まさに持続可能な街づくりを進めるということをさせていただいていますが、渋沢王の精神を引き継ぎながら日本一暮らしやすい埼玉の実現に向け、引き続き10年先、20年先の埼玉県を描いていきたいと思います。これからの時代だというふうに考えるときに、キーワードは with じゃないですか。で、私思うにはこれは渋沢さんの論語とそろばん、さっき私それを and と表現しましたけど、 with もとなんですね。私が日本のこれからの企業にいろいろ非常に期待しているところがあります。共にこう価値を作っていこう、ここが大事なポイントだと思うんですよね。で、その with っていうことに対しては、目の前に見えることだけではなくて、ちょっとこう俯瞰したポジションから世の中を見るということが大切だと思うんです。それが渋沢さんができたことなんですよね。実業家、経済やってたビジネスマンなのに、国家のことを考えて俯瞰していろんなことをやったっていうことと思います。ですからこれから私は企業に期待しているところは、その俯瞰力であり、 Made with 埼玉によって、でそして日本全国、そして世界に新たな価値を作っていく、これが多分渋沢一が我々の今の時代に、求めていることなんじゃないのかな、期待していることだと思います。それでは最後に大野知事、今日のトークイベントを振り返っていかがでしたか。渋沢王の理念や精神というのは、私は今一度見返してもみて大変参考になるのではないかと思っています。ぜひですね、企業、県民の皆さん、自治体、一緒になってワンチームで埼玉県の未来に向けて、渋沢栄一王の精神を引き継ぎながら取り組んでまいります。さあ、トークイベントいかがでしたか。いやー、難しかったですね。多岐に渡りすぎてるからね。でもなんか、そう、でもお話聞いてると、なんかこれも渋沢王がいたからできたよ、これもいたからできたよっていうお話なのかなっていうので、嬉しいです。同じ埼玉県民としてね、嬉しかったですね。でも今アンゴラちゃんが言ってたように、私が去年県庁オープンデーで出たファッションショーも、もう辿っていくと渋沢王が関わっている。そうなんです。意外とすごい、ね、なんか身近なものも、こんなこともあんなこともみたいな、改めてこの凄さっていうのを知れましたよね。本当にいろんな業種に関わっていて、渋沢王がいなかったらね、違う日本になってたかもしれないっていうのは、なるほど、叶い王としてもちょっと本当に嬉しい限りです。以上、トークイベント渋沢栄一王が目指した未来を語るをご紹介しました。
続いては埼玉の耳寄り情報をお届けする今玉ピックアップのコーナー。今週は県庁で開催された七夕フェスティバルをピックアップ。埼玉県が誇る偉人渋沢栄一を描いた新一万円札の発行を記念して、今月6日に県庁七夕フェスティバル栄一王に願いをが開催されました。会場では一般公開されていない渋沢栄一直筆の書や新一万円札に印刷される肖像の元となったコンテ画の複製などが特別展示されていました。その他にも特製の短冊に願いを書いて飾ることができたり、さまざまな埼玉のグルメを味わえたりと、楽しい催しが盛りだくさんのイベントとなりました。ちなみに先日の番組で紹介した今玉メンバーの短冊も綺麗に飾られていましたよ。短冊に何のお願いを書きましたか？英語を喋るようになりたい。スパイスリーです。いろいろかき氷とかいっぱい食べれて楽しかったです。すごく子どもたちも喜んで、ちょっと一万円札 この新しいものも見せることができて、勉強にもなるし楽しいし、いいイベントだなと思いました。以上、今玉ピックアップをお届けしました。私たちが書いたお願い事も飾られてましたね、はい、嬉しいですね。叶いますように続いてのコーナーはアンゴラちゃん。はい、我らが渋沢栄一が新一万円札の顔となりましたが、これをきっかけにある企画展が開催されています。その名もじゃーん、お金を出してお金の不思議探検隊です。おー、なんか楽しそうな、ね、名前ですけれども、どんな企画展なんでしょうか。ちょっと気になりますよね、渋沢栄一とお金の意外なつながりも紹介されます。早速ご覧ください。さいたま市大宮区にある県立歴史と民族の博物館、ここで企画展お金を出してお金の不思議探検隊が開催中です。この企画展を担当した西川さんにその見どころを伺います。この展覧会ではお金の長い歴史を実際のお金の資料をもとに分かりやすく丁寧に紹介した展覧会になります。お金と一言で言っても様々な形や絵柄を持ったものがあって、よく見ると実は不思議がいっぱいなんですよ。一体どんな不思議が？早速案内してもらいましょう。こちらでご紹介しておりますのが、日本で初めて公的に作られた和同開珎というものになります。それまでは物々交換で品物のやり取りがされていたところに、お金というものが加わって納税ですとか売り買いが便利でスムーズに行われるようになったと言われています。ちなみにこちら、その元となった古代中国で使われていたお金です。なんかいろんな形ありますね。あれお金だったんだ。高いですね。刀とかもあるじゃん、かっこいい。すごっ、こちらのコーナーの資料は見たことがある方も多いのではないでしょうか。江戸時代の大判小判などの貨幣の移り変わりをご紹介したコーナーです。江戸時代になると金や銀の加工する技術が上がったことにより、さまざまな大判小判などが作られるようになりました。江戸時代には紙のお札もすでに作られておりまして、それらは藩札や私札というふうに呼ばれていました。お札には実は江戸時代から明治時代の初めに発行された最初期のものにも偽造防止のための工夫というのが施されておりまして、よくご覧いただきますと、この細かい線で模様を描いてそれを刷っていくということ自体も簡単には偽造できないようにするための工夫だったとされております。ただの紙が金や銀と同等の価値があるとなると、各地で大量にお札が発行されるように。明治時代になっても様々なお札が発行され続けたため、政府は貨幣統一を試みました。そこで活躍したのが近代日本経済の父、渋沢栄一王でした。現在のお金の単位、円を日本で初めて導入した新貨条例というものがあります。
その法令の制定に尽力した重要人物の一人が渋沢栄一でした。明治政府はこうした新しい貨幣制度を整えるにあたって、今までの古いお金を回収して新しく円という単位のお金を広めようとしました。でその過程で日本で最初の近代的な銀行、第一国立銀行が設立されるんですけれども、その構想をし経営を担った人物というのがまさに渋沢栄一でした。いや、円の導入にも関わってたなんてさすが栄一ですね。いろんな、ね、物語があって今のお金があるんですね。紙幣がですね、まあ、今回新しく刷新されるということで、まあ、その背景にはやっぱり伝統の技術っていうんですかね、職人の技っていうのがやっぱり欠かせないのかなっていうのをすごく実感したんですけども、まあ、それと一方でやっぱり最新の技術っていうのもこう併用しながらやっていかないと、まあ偽造に使われてしまうということを目の当たりにしてですね、すごくまあ参考になったのかなというふうに思いました。ここの展示だけじゃなくて他のも見ていて、学校の授業で習ったことがちゃんと覚えてて、逆に教えてもらったこととか結構あって、よかったね。教科書とかに載ってないこともいろいろあって面白かったからまた来たいと思いました。お金の歴史を紐解いてみると、その時々の時代状況というのがしっかりと反映されています。今回の展覧会ではあまりにも短すぎて案外知っていることの少ないお金について改めて知っていただく機会となれば大変嬉しいです。私500円札って知らなくて、平成も多分あったと思うんですけど、まだ小さかったので物心ついた時にはもう500円玉しか知らなかったんですよ、っていう話を家族で話してたら、この間祖母から500円札をもらいまして、なんか大人になってもまだまだやっぱ知らないお金のことっていっぱいあるなと思って、すごい大人でも楽しめそうな、ね、企画展で行ってみたくなりました、最初のお札にもその偽造防止のね、ノウハウがあったなんてびっくりしました ね。びっくりですね。すごい勉強になる企画展だなと思った。やっぱ、はい、あとお金の企画展ってことで、やっぱ松井さんが今まで見た中で一番真剣な表情で、そうですね、VTR を見てたなっていうのが、イラついてましたね。イラついてました。勉強しましょうね、はい、みんなで。ちなみにですね、こういった冊子もありまして、内容もすごい分かりやすいものとなっております。この表紙のお財布からなんとお金もこうやって出てきちゃう、そういう、すごいかわいい、はい、こういうのもございます。はい、今日ご紹介したのはですね、ほんの一部でして、他にもお金にまつわるいろんな道具や資料などがあって、面白そうな展示が盛りだくさんです。9月1日まで開催していますので、ぜひお金の不思議を探検しに行ってみてください。自由研究の題材にもいいですよね。わ、ぴったりだね。以上、企画展お金を出してお金の不思議探検隊の紹介でした。続いてはインフォメーションです。スマホを片手に夏の埼玉を巡ると、豪華な景品が当たるチャンスです。今月24日から始まる渋沢栄一デジタルクイズラリーでは、県内30カ所のスポットでクイズに答えるとスタンプをゲット。集めたスタンプの数に応じてプレゼントのキャンペーンに参加できます。スマートフォンがあればアプリ不要です。詳しくはご覧の二次元コードなどで検索してください。以上、今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。金井さん。はい、今週のプレゼントはこちらです。渋沢栄一スペシャルセットとして、1000円カレー、新1万円札のお札タオル、大吟醸渋沢栄一を3人の方にプレゼントします。お酒は藤橋東三郎商店からご提供いただきました。ありがとうございます。必要事項に今週の放送のご感想を添えて、ご覧の方法でご応募ください。締め切りは7月23日火曜日です。なお、お酒が含まれますので、応募は20歳以上の方に限らせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、ということで今日はね、渋沢栄一スペシャルということでしたが、いかがでした？いや、今まで知らなかったいろんなことがね、また新たに知れてよかったです。よかったですね。なんか最初かぶらされてるって意識だったんですけど、だんだんなんか誇り持ってきましたね。もう今外したくないです。外したくないぐらいの、はい、はい、来週もぜひご覧ください。それでは、今時埼玉、今玉、また来週。